平野の仕様、新たな冒険へ。バチェラー参加の可能性とファンとのコミュニケーション。嵐のような活動休止期間を経て、元キングプリンスへの平野仕様が新たな舞台に挑戦する兆しを見せています。彼が所属する新会社、とべへの介入後、その活動の中でファンとの交流が深まっていることがわかります。 最近、彼のインスタグラムのストーリーズで行われた質問コーナーにおいて、驚くべき発表がされました。なんと、ヒラの仕が恋愛リアリティ番組、バチェラーへの出演の可能性を匂わせているのです。この記事では、その興味深い情報と、彼とファンとのやりとりに焦点を当て、ヒラの仕の新たな冒険に迫ります。 平野紫耀の、とべ、での新たなスタート平野仕様は、今年7月に滝沢秀明氏が設立した芸能事務所、とべ、に電撃加入しました。この新たな一歩は、彼のアーティストとしてのキャリアに新たな展望をもたらしています。とべとのパートナーシップにより、平野は自身のアートやエンターテインメントへの情熱を追求し、ファンとの交流の場を広げています。 インスタグラムを通じたファンとの交流平野仕様は SNS を駆使してファンとの交流を大切にしています。彼のインスタグラムアカウントでは日常の様子や思いをリアルに共有しファンからの質問にも真摯に答えています。その中でも最近のストーリーズで行われた質問コーナーが注目を浴びています。 バチェラーへの参加の匂わせ驚くべきことにファンからの質問の中でバチェラーとバチェロレってどっちに出てみたいという問いに大使平野仕様が興味深い回答をしています。これは2002年に全米で放送が開始されたザ・バチェラーの日本版である恋愛リアリティ番組バチェラーへの可能性を匂わせているものです。平野はファンからの質問に対して どっちも出たい。楽しそう。と楽観的なコメントを寄せでも本当に大変そうだよね。と出演者目線での本音も明かしています。この一言一句から平野が新たな挑戦に前向きな姿勢を持っていることが伺えます。バチエラーシリーズ5へのコメント質問コーナーでは現在放送中のバチエラーシリーズ5に関する質問も飛び出しました。 ファンからの問いに対し、小味のし、死派を ?N? という問いに平野は独特のスタイルで答え言ったらどっちかに申し訳なくなっちゃうから言いません。だって二人とも頑張ってるもん、とコメント。これにより、平野が仲間たちへのリスペクトを忘れず、同時にファンに対しても細やかな気遣いを見せています。 ファンとの宣戦布告に答える平野市要別のファンからのコメントで、潮君がバチエラーに出たら本気で落としに行くよ。という宣戦布告に対して平野は落とせるかなとにやりと笑顔で返答。これにより、彼がファンとのやりとりを楽しんでいる一面が浮かび上がります。平野のファンサービスとユーモアのセンスが、彼の人気を支えていることは言うまでもありません。 ヒラノシがバチエラーへの参加を匂わせ、ファンとの交流を通じて新たな一面を見せている。彼のポジティブでフレンドリーな姿勢が、ファンとの絆をより一層強化していることは明白だ。新しい事務所での新たな挑戦が、ヒラノシのアーティストとしてのキャリアにどのような影響を与えるのか、ファンたちが今後ますます注目していくことだろう。 冒険心旺盛な彼が次にどんな扉を開くのか、ファンたちにとってこれからがますます楽しみだ。この記事では、平野市洋が新たな冒険に挑戦し、バチエラーへの参加の可能性を匂わせている情報に焦点を当てました。彼のファンとのコミュニケーションスタイルやポジティブな姿勢も合わせて取り上げ、ファンたちとの絆を強化している一面を浮かび上がらせました。